おはようございます、こんにちは、こんばんは、おぎんです。今日はね、特に撮影をしようと思って来たわけじゃないんですけど、ちょっと面白いところを発見したので、今から潜入していきたいと思います。何かの美術館らしきところみたいですけど、ね、なんかご自由にお入りください。誰もいないっていうのは怖いですね。お邪魔します。なんだこれ、何か美術品がいっぱい。お、これ一人で来るところじゃないよね。なんというか怪しい、怖い。石田三成さんのお墓みたいです。これはまさにワンダーランドですね。ワンダー滋賀。ここにもいくつかこうね、セクシーな女の人、セクシーな女の人ね。馬いるで。これ乗ってもいいのかな。いやー、ここにもありましたよ。ご自由にお入りください。自由に入ってもいいけど怖いんだよね。これは仏像ですね。何これ、こんなとこで割らないでよ。これこの靴じゃまずいよね。この上歩くのこれまずいよね。これ以上はちょっとやめとこう。ますます謎ですね。これここは何の美術館なんだろうか。相変わらず美術品が並びます。沢山第四美術館。ここは沢山美術館っていうんですね。ここはなんか、お邪魔します。ここは絵が飾られてる。これお分かりいただけるだろうか。何か獣が入った跡ですかね、この足跡。何誰かの縄張り、ここ。あ、もう後ろとかもほんと怖いんやけど。怖い。ねえ、なんかもう一つ一つが怖いんだけど、このさっきのこの長方形すらなんか怖くなってきたよ。あ、頂上、お城の頂上に着いたみたいな。天守閣。あ、すいません、お邪魔しました。謎だわ。さあ、まだまだ道は続いているようです。この通り道は続いてますね。ここは今さっき歩いてきたあの美術品ロード。さあ行こうか。ここ意外と広いのね。すごい広い美術館だった。トカゲ。いやー、ここめっちゃトカゲいるんすけど。下に降りれるけどさ、何が怖いって蛇とか出るのが怖いよね。すぐ発見できればいいよ、蛇も。いきなりさ、ブワーって出てこられる。ちょっとびっくりするわ。ブワーって出てくるのやめて。みんな、聞いてくれ。金閣寺だ。
無理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 、だって普通のお家だったよ。みんなゲゼランパサロンだよ。すごく息苦しい、ま、汗がすごい。でもすごい背筋は寒い。この放送はご覧のおバカ集団の提供でお送りしました。忘れ